はじめまして、しなみきょうすけです。この度 YouTube を始めることになりました。まずは簡単に自己紹介からしていきます。しなみきょうすけです。かなり珍しい名字なんですが、日本人です。出身は新潟県で、高校時代は石川県の能登で過ごして、大学進学を機に東京にやってきました。小学校3年生から大学4年生までソフトテニスをしていたんですけど、大学卒業と同時に引退しました。今は芸能事務所に所属して活動しています。YouTube を始めようと思ったきっかけは、自分のことであったり、活動を発信して少しでも面白い動画だったり、役に立つ動画をお届けしたいなって思ったことと、あと最近、またソフトテニスがしたいです、大学卒業して、ちょうど1年経つんですけど、引退してすぐはですね、14年間やってきたのでしばらく離れようかなって思ってました。そしたらですね、去年2020年ですね、2回しかしなかったんです。それでもですね、これ本当にありがたいことに、今でも、僕がソフトテニスしてるところを見たいって言ってくださる方がいまして、そこでこの YouTube を使ってお届けしようと思いました。なのでですね、こんな動画見たいとか、こんな企画やってほしいとかありましたら、ぜひコメント欄でお待ちしています。今回は、初回ということで、こんな感じで手短に終わります。次回以降いろんな動画を上げていきますので、チャンネル登録をしてお待ちください。それでは。